今回は昭和時代の13回目についてお話しします。まず空欄ですね。自分でどれだけ書けるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。前回は東条英機内閣を勉強しました。その次の内閣になりますね。内閣総理大臣は誰か。答えは小磯国昭ですね。この人は陸軍大将です。ではいきます。ある会談が行われました。内容はこちら。ドイツの戦後処理やソ連の対日参戦について話し合われました。参加したのはローズベルト、アメリカの大統領、チャーチル、イギリスの首相、スターリン、ソ連のトップですね。ではこの会談を何というか。答えはヤルタ会談と言います。では次ですね。ついにアメリカ軍が日本本土に上陸しました。そして戦いが始まりました。ではここに入る言葉は何か。答えは沖縄戦ですね。でこの沖縄戦では多くの悲劇がありましたけども、この看護要員であるある部隊の悲劇というのが有名ですね。この部隊は女性の先生や女子学生で構成されていました。ではこの部隊の名前は何か。答えは姫百合隊ですね。でこの小磯内閣なんですけども、沖縄戦が始まったことや内閣不一致で退陣しています。では次ですね。次の内閣をはじめ、ここの空欄ですね、自分でどれだけ書けるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。では続きいきます。小磯内閣の次ですね。内閣総理大臣は誰か。答えは鈴木貫太郎です。この人は海軍大将ですね。ではいきます。ある会談が開かれました。この会談に参加したのはアメリカ、イギリス、ソ連の首脳です。ではこの会談の名前を何というか。答えはポツダム会談ですね。このポツダムというのはドイツの地名になります。この会談の最中、ある宣言が出されました。この宣言の内容は日本に対して降伏しなさいというものですね。でこの宣言はアメリカ、イギリス、中国の名前で出されています。では何というか。答えはポツダム宣言ですね。で次です。ここは日にちまで覚えてほしいですね。1945年8月6日、世界で初めて日本のある都市に原子爆弾が落とされました。ではその都市はどこか。答えは広島ですね。でこの原爆が落とされた広島に残った建物ですね、それは現在世界遺産になっています。ではその建物を何というか。答えは原爆ドームですね。では次です。ある国が参戦しました。この国は日本と戦争しませんよという条約を結んでいたんですけども、その条約を一方的に破って日本に攻め込んできました。その国はどこか。答えはソ連ですね。これは第二次近衛内閣で勉強しましたね。日ソ中立条約というのを日本とソ連は結んでいました。日本とソ連は戦争しませんよという条約だったんですけども、ソ連は一方的に破って日本に攻め込んできたということです。では次です。広島に続いてまた別の都市でも原子爆弾が落とされました。この8月9日という数字も覚えてほしいですね。ではその都市の名前どこか。答えは長崎ですね。では最後です。8月15日、日本はある宣言の受諾を公表しました。そして第二次世界大戦は終結へ向かいます。ではこの宣言を何というか。答えはポツダム宣言ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。